はい、今日は2023年9月22日スイートワイター6チュニーによるランクマッチ配信やっていってみましょう。よいしょ。やっぱあれっすね、15プロマックス発売日に手に入らないとどうでもよくなってきちゃいますね。キャンセルしようか悩んだりもしてますけど。なんかのチャレンジをクリアしたことになった。JP、 さて、さあこのマッチアップどうなるか展開に注目していきたい。初手 JP で、弾で一息つきたいところ。さあ試合の序盤どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。一旦距離を離して戦況を崩す。次の狙いはどこに定めるのか。ナイス、壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。ここで中断攻撃。いやー見事、気持ちよく決まったね。これはいい形で入れ替えた。通るな。5度目までしっかり練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。くるっ、おっとここで危ねえじゃ。よく見ていた。分身が遅いドライブラッシュで前に出る。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。ガードする、ガードしている。まだ諦めるな。さあここからは差し合いの領域となる。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。さあここからだ。この飛びはガードが間に合う。ナイス、スピニングバードキック。そうそれ、その強気。踏ん張るない、上は見えている。うまく投げが通った。あっぱれ、やるではないか。プレイヤー1、この画面端でどうやって料理するか。もっと我が輩を満足させてみろ。次はどうだ。マジか。守りを砕いた。投げる。さっきの流れをボディテンション決定。やるではないか。プレイヤーワン、やり込みは裏切らなかった。これは悪魔である我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。投げ。さあここから。ここは飛び道具での形成。圧力をかけていく。素晴らしい。完璧。壁に押し込んでいく。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やしていく。仕切り直しのこの前、ヨシは何を思っているか。一旦距離を離して戦況を分析。次の狙いはどこに定めるのか。狙いはいい。あー惜しかった。投げ。じっくり見たな。壁を背負わせているだけでリターンが高い。積み重なるダメージが重い。投げ。さあここからもうちょっと。ここから試合が終盤で緊張感が増していく。さあどうだ。いやすごいな。く、見事。テンションだったな。できることよりもできたことに自信を持っていこう。鬼気迫るその戦いぶり。この曲は飛び道具を使う。飛び道具はリスクは高いが飛ばれなければ最強の地上技となる。投げは抜けられず。これはうまく投げ間合いを管理しているか。地上の場合
性は技の距離とジャンプをどう意識させるか。百列脚をしっかりつないでいく。いいぞその調子だ。いやどうだ。さあ揺さぶりをかけろ。体力差はある。しかしここでフィニッシュ。見事バッチリ。このリズム SA ゲージを確認して次も勝とう。我が輩の声には目が釘付けになっているぞ。打ち込んでいった。プレイヤーはいいリズム、いい間合いが取れている。勝負はここからが面白いんだよね。投げる。いいことだ。プレイヤーはここが勝負どころ。もっと我が輩を満足させてみろ。一瞬で決めた。やるではないか。テンポが良かった。Here comes a new challenger. Ken. 因縁浅からぬ両者がついに相まみえる。さあ思う存分やり合うがいい。争うがいい。この目は抜ける。息が合っている。シンクロしている。ターゲットコンボをしっかり決めていく。どうだろう。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。いいよいいよ。ドライフラッシュにゲージを回していく。中段、そしてさあ前に出てプレッシャーをかけつつも飛び道具でペースを変えていくが、今パリーを使って展開を作っていく。このまま一気に倒しきることができるか。バーンとしている。バーンと。もっと我が輩を楽しませるのだ。お互い後はない。もうギリギリだね。追い詰められてる。 KO まで、うん、勝負あったね。いいよこのままいけるよ。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。ここで破産手飛んでいる。これはタイミングが合っている。チャンスになるぞ。さあここは大技伝承曲。無敵をうまく使った。何を狙っている。プレイヤーは大分かっている。無理はせずに落ち着いていきたい。どうにでもなる状況。お互いどうにかに自家圧にゲージを使っていた。足持ってって。何がないか。いきなり画面端になってしまった。ここからどう動く。あ、よく見てるな。バウンドしない。3本の SA ゲージを使い、新流レッパを叩き込んでいく。あ、するのかい。知恵だからか。ことがすべて噛み合ったか。いいね。とどめまでしっかり。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。駆け引きが分かってきたところかな。勇者、何を狙ってどう動くか。いやこのラウンドはどうなるんだ。捕まえて投げ飛ばす。見事な投げだね。
バーっとして。壁際の重圧から解放。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。お、狙いが硬直したか。水面下で何が起こっている。飛行しながら主導権を握りに行く。飛行を使ってプレッシャーをかけていく。上から来た。残り少ないドライブゲージ。この中断はやや残っちゃったか。ん？当たるの？もう一回。そういうことだ。シミを狙っては見たが。ちょっと取れなかったな。あそこで。シミからの8台とかできたら強いんだよな。タイミングでこの対決が実現してしまったか。この戦い楽しみにしていたぞ。ここで弾を撃つ。ジャンプからの攻撃は許さない。さあラウンドはまだ序盤。さあ張り切っていってもらいたいね。狙いはよし。次はいける。ああ惜しかった。さあ逃げ場はなくなった。こうして。さあもっとやり合うのだ。そうそう、できてる。いやー見事、気持ちよく決まったね。この距離は玉打ちで牽制していくか。上からの攻めはしっかり迎撃。絶賛の攻防。いざ、この距離だ。KO。 良い決着だった。さあ、次も今の調子でいこうか。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。飛び道具はパーリーを吹く。ん、マジか。頑張っていってもらいたいよね。次はどうだ。レイヤー2。体力を張っている。無理はせずに落ち着いていきたい。どうにもなる状況。お互いインパクト多め。追い詰めた。出すの腕の見せ所だ。どうした、いけるだろう。まあ早めに吐いてゲージを貯めたいってことか。さっきの流れを持ち越して、バーンとしてもらおうか。レベル3選択。ゲージを大胆に使っていく。バーンとしないかい。デビログで牽制する。バーンとしている。手段を取っている。いやーよくガードした。前に出る。うまく投げのヒット。これは熱いぞ。さあ揺さぶりをかけろ。まあ飛びを落とす。ここでフィニッシュ。良いとどめだ。さすがに積んでたろう。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。いやすごいな。飛びは通さない。さあラウンドはまだ終わる。次はプレイヤー2。体力を取っている。無理はせずに落ち着いていきたい。投げは抜けられず。決まったね。攻めは浮上している。自信を持っていこう。いや圧倒的だね。勢いだけど。さあスピンマルキックが刺さる。なんとおっと。さあ揺さぶりを殺す気は見知ってたか。それとも決め打ちか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。流水脚を選択。余裕をチャージ。ナイス。
今日はエラーが多いな。残儀。誰もが見たかったこの一戦、祭りが始まる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあ、まずは飛び道具での牽制。今のは良い形、ナイスな選択だ。いいよいいよ。この投げは抜ける。ダメージはそこまでないけど、まだまだわからない。このまま行くか。さあ、ここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。追い進めてからの球打ちでプレッシャーをかける。よく見てた。目は通さず、レイヤー画面端のいい状況を作った。さあ、もっとやり合うのだ。読み合ってきた。さあ、ここだ。ここで SA 勝負をかけに来た。おっと、ここは飛び道具で牽制。タリアナを先に通すか。この逆境を跳ね返すか。鮮やかな逆転。通常投げか。よく踏ん張った。粘りがちだな。このラウンドは勝負となるか。自分を信じて戦い抜くのだ。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあ、ここからだ。プレイヤー1、ゲージよりこのチャンスをバーンアウトしている。バーンアウト。もっと我が輩を楽しませるのだ。バックステ。なんかストフォーの時もあったな、そういうやつ。そういうこと。いい感じだ。さあ、ここからは差し合いの領域となる。この飛びは見えている。さあ、相手の反撃は予測できているか。いやー、よくガードした。フィニッシュ。やるではないか。勝負は時の運もある。バックステで裏回りを避けるってストフォーの時を思い出しちゃったよ。さあ、どちらから挨拶するか。仕掛ける。注目のファーストラウンド。何事も最初が肝心だ。最初だな。プレイヤー2、体力的には優勢。良い状況ではあるね。ここで弾を打つ。相手が地上にいる時だけ弾を打つ。この弾打ちには年季が感じられる。両者に体力差はない。どちらがアドバンテージを取っていくか。そうそう、できてる。なんとかして触りに来たが、間合い取りが絶妙。おい、マジかそれ。痛すぎ。圏内が見えている。2人とも限界と見える。両者探せようと。そういうこと。高速で状況を整理しているか。ここは攻めたいところ。だがしかし、これは相手も同じか。ドライラッシュで前に出る。上からのくそ。ここで倒しきる。やるではないか。気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。まったく素晴らしいね。見事に決めていった。どうする。重要な立ち上がり。マジか、当たっても出してくんのかい。いや、このラウンドはどうなるんだ。ドライブゲージの差はある。さあ、ユーザーぶりをかけろ。学歴連脚まで追撃失敗。絶妙な距離、飛び道具が生きる。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングで
チャンスが訪れた。受け止めながら。お、死ぬか。知らないな。次はどうだ。俺はいけるか。しかし油断はできんな。出すしかねえ。足りるかな。足りないか。足りない。さあ丁寧に丁寧に頑張っていこう。最後まで諦めるな。クリア2。ドライブゲージの運用に苦戦した前のラウンド、この展開を変えることはできるか。え、今何て言ったの。相手にゲージがあるのでそれは気をつけないところ。ゲージの運用どうするか。プレイヤーの腕の見せ所。ドライブはできるよ。うん、マジか。主導権の奪い合い。ダイヤシャガード。バリーが生きる。あ、これはしっかり見るね。もっともっと争うかよ。ワンチャンにかけろ。もっともっと争うかよ。投げが決まった。見事だ。最後の一発どうねじ込むか。いけ、やってしまえ。はい、リプレイが見たくなるやつ。ギリギリで一歩上回った。さすがだ。名勝負中の名勝負だったぞ。膝で飛んでくるようになった。両者に拍手ですね。プレイヤー2若干体力リード。待ち構えが強い状況ではあるね。ここはドライブパリーを成功させる。相手の攻撃をパリーで取ってドライブゲージを稼ぐ手堅い戦略。この端を生かしたい。壁際を継続することで手出しちゃダメだな。あれ体力差はある。良い決着だった。どんまいどんまい。技は当たってるよ。いやいいね、いい感じだと思う。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。どっちも動けてはいるんだろうね。主導権を先に手にするのはどちらか。これは危険な香りがするな。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。足元を狙っているか。中足が下がる。壁に追い詰めた。チャンスになる。さあここからだ。爆裂感で畳みかける。いやどうだ。ゲージ差はあるがお構いなし。関係ない。さあどこから行く。ここは攻めたいところ。だがしかし俺は相手も同じだ。しがたきってきたぞ。前に出るか。下がってもいいぞ。ドライブゲージはある。気合で押すか。きっちり落として。いいぞ。次はどうする。ここで止め足。おい、危ねえ。良いとどめだ。ああ、これはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ここで相手を動かす球を一つ。あとは何で押すかね。今のは気にするな。破山のコマンドが化けたよ。まあいいや。かなり有利だぞ。プレイヤー1、千載一遇のチャンス。何を仕掛ける。リードが入った。ここでバーンと遠目まで届いた。そういうことだ。両者かなり動けていた試合。我ながらコマンドが綺麗だな、これ。まだまだ行くわよ。Here comes a new challenger.
マノン7連勝中、7連勝で1500まで戻ってきましたよと。我が輩を楽しませてくれ。対空意識は万全か。リターンの高い上からの攻撃を封じることで相手は飛びにくくなるか。さあここは飛び乗りでプレッシャーをかけていく。この端を生かしたい。壁から逃さないことを優先徹底している。ここはどう出るか。中のドライブラッシュ KO まで通る。ああ、決まったね。練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。目の覚めるような戦いだ。キャラクターと一心同体になっているようだな。ちゃんとガードしている。試合は始まったばかり。どこから仕掛けるか。頑張っていってもらいたいよね。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。ランベルセ打撃上げが刺さる。ジージーとした回せ。そうそれ、その強気。中足ナイス。ユッセ、ここからが正面だ。いいぞ、この勝負だ。よくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。これ以上はまずい。壊れちゃう。マジか。使い損だったな。できなかったことよりもできたことに自信を持っていこう。最後まで諦めるな。さあラストラウンド、ここが踏ん張りどころとなるか。この切り返しをケアしていた。いやー、よくガードした。画面端、試合の大きく動くか。もっと我が輩を満喫させてみろ。ここで投げに行く。あっぱれ、やるではないか。出すか。バーンとはしないが。マロの最大の店は優雅にダンビリーバードで。まだ諦めるな。どうにでもなる体力差。逆転の青写真はどう描く。中足、ここで球を打つ。中足からも、あーで、あーや、マジかよ。もうなんだかな。これは最後までわからなかったな。そうですね、素晴らしい試合でした。時間はまだたっぷりある。気持ちでぶつかっていってほしいね。プレイヤーはここでドライブゲージが突きかけているが見えづらい攻めがしっかり回してる。画面端に追い詰めた。ここが大事。さあもっとやり合うのだ。これは KO まで通るな。とどめまでしっかり。いいぞ、そのままの勢いで倒しきれ。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐。まだわからない。この飛びはガードが間に合う。さあどうだ。まだまだ壁際の楽しい時間は続く。差はついたようだが、まだまだこれからだ。ここで SA 試合を動かしに行く。見事だ。壁に追い詰めた。チャンスになる。どうした、いけるだろう。ナイスデクイン。結局これでとどめを刺したな。日頃の練習の成果が見えた。これはあくまである我が輩から見てもかなりの力の持ち主と言わざるを得ないな。決めてアドバンテージを取った。どうだろう。プレイヤーはドライブゲージを設定。呼吸を置き去りにする。そうか、この端を生かしたい。ガン見してたか。この状況は大きなチャンスとなる。プレイヤーはドライブゲージがない。かなりきつい状況となった。厳しいタイミングでのバーンアウトをしのげるか。プレイヤーはドライブが使えないバーンアウト状態だ。決着は目の前だ。ドライブゲージは見えているか。いや、すごいな。当たるね。とどめまでしっかり。いや、このままいけるよ。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。
若干耐えるフィード待ち構えた良い状況ではあるね。さあ近距離の攻め具合、そしてここで SA ゲージがマックス、くしくも同じ体に中断が来る。そういうことだ。純粋の開幕飛び道具か、弾を使って膠着を破るか、受け止めながら足持ってってみようか。6連勝中。いよいよ始まる。我が輩を楽しませてくれ。注目のファーストラウンド、何が起きる、どんな戦いが見られるのか非常に楽しみである。投げ、いいよいいよ、さあなんとか歌舞伎は回避できたが、まだ予断は許さない。めくり攻撃をしのいでいる。微妙な距離とタイミング、ダイヤ払いはしっかりガード。さあドライブゲージを切らしてガードの性能は落ちた状態となっている。さあここだ。ここは飛び道具での牽制、圧力をかけていく。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか阻止するか。さあ壁に押し付けて一旦に持ち込んだ形、ちょっと危ないな。一気に体力を奪って KO、 圧巻のコンボ選択だ。やるではないか。ファイト、一本取っていく。さあこれはどう見ますか。全く素晴らしいね、見事に決めていた。動かないね。次が始まります。このドライブインパクトは投げ押した。ここはどう出るか。プレイヤー2、さあ追い詰めた。さあもっとやり合うのだ。攻めのドライブラッシュ、バーンしている。爆裂逆で畳みかける。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が高まる。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。ゲージを使う判断どうなるか。風波の嵐、さっかい風波さん、ゲージを一本使っていく。上はダメ。見事だ。試合の勝負になった。うん、マジか。良いとどめだ。対戦は楽しむのが一番、気にしないでいこう。我が輩もこれには目がくぎづけになっている。マジで。ここでの押し引きが重要。さあここからだ。ここで100です。 SA ゲージよくいけ。このスーパーサポーター、さっきと同じ連携じゃダメだったか。乗ってるな。はい、次次、気にせず次行こう。2人ともご苦労であった。またの試合を楽しみ。Here comes a new challenger。まあパナスノを待ってからだったな。
残儀4連勝中。なんか連勝してる人と当たるな。この戦い楽しみにしていたぞ。投げの選択肢を見せていく。そうか、どう試合を作っていくか重要な立ち上がり。さあ張り切っていってもらいたいね。今のはかなり良かった。ドライブゲージは十分。足へのイメージはできているか。どうだろう、今のは良い形。ナイスな選択だ。プレイヤー1、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だ。この駒投げは届かず。ここで壁を背負わせた。なるほど。ここはどう出るか。ドライブゲージは少ないが、まだまだ強気の姿勢は崩さない。このまま一気に倒して、バーンさせている。この倒し切りは見事。ダイレクトゲージがよく見えていた。ああ決まったね。さあ今のラウンドを振り返ってみていかがでしょうか。ちょっと予定と違ったが、最悪だね。ここが大事。いた勝負あったね。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。さあ球をさばいて、序盤の主導権はどちらが握るか。いやこのラウンドはどうなるんだ。さあどうだ、揺さぶりをかけろ。画面端の状況を計算するのは大きなチャンスも訪れる。飛んでいる。ここは中足の一つ、ダブラにしっかり。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。ここに出るか、下がってもいいぞ。ダイヤシー、あっぱれ、やるではないか。ここでバーンアウト。このエネルギーだ、実に興味深いな。この時間が後々意味を持つ。ここは攻めたいところだが、しかしこれは相手も同じか。下段到達、ここでフィニッシュ。やるではないか。ああこれはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。最後まで諦めるな。この飛びはガードが間に合う。投げを使ってガードを崩す。強い投げ。ここで SA ゲージがマックス。くしくも同じタイミングでチャンスが訪れた。ゲージ運用が勝負を分かつ状況。ここからの判断が大切になる。ああいう情景の形、ここはどう出る。ジャンプの力をなんとかしのいだ。そう、差はあるがお構いなし、関係ない。画面端、試合が大きく動くか。もっと我が輩を満足させてみろ。さあ終盤、舞台は整った。中足、ドライブ足から中足からの、ここはどうで。おっと、ここで SA 発動。バカ、
バカ。相手を好き見せた時の行動、慣れてなさすぎる。マジか。3の軸はなくなったが、リスキーだったな。さっきこれで返されてるからな、画面端のインパクト。通りはしたが、この一戦に何をかけるか、いってみましょう。さあ、思う存分やり合うがいい、争うがいい。さあ、ドライブラッシュで攻めを継続していく。コンボにオーバードライブアーツをかけてダメージアップを図っていく。壁から逃さないことを優先徹底している。良い状況ではあるね。オーバードライバーを使ってダメージを上げていく。そう、うん、ああ決まったね。さあ次も今の調子で飲まれたね、こっちの流れに。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか、駆け引きが分かってきたところかな。試合は始まったばかり、どこから仕掛けるか。意地でも投げる。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあ、もっとやり合うのだ。攻めのドライブラッシュ。さあ、こ
次はどうぞ。どう崩していくか。プレイヤー1、ドライブゲージがないこの状況、なんとかしのぎ切りたい。ガードする。ここまでなのか。ここで球を打つ。ジャンプ攻撃はガード、ナイスデクリー。さあ、スピングバードキックが刺さる。この距離は球、つないできた。おっと、ここで受け止めながら。なんで、クリアワン。ここがショー、コンボダメージはしっかり足りている。見事。なかなかに白熱した試合でしたね。素晴らしい戦いであった。見事だ。はい、ここで決めるその弾力、あっぱれ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ、張り切っていってもらいたいね。コンボにオーバードライブアースを絡めてダメージアップを図っていく。この判断が功を成すか。飛んできた。レイヤー1、少ないドライブゲージを今すぐ使えるか。ここから試合は終盤戦。狙いは良かった。まだ倒して。すっぽ抜けた。やるではないか。レバー。左手が。技は当たってるよ。鬼気迫るその戦いぶり。見事だ。うん、これを見てるな。この距離は飛び道具を使う。試合は始まったばかり。まだまだどうにでもなる。気持ちでぶつかっていってほしいね。さあ、待っててプレッシャーをかけつつも。さあ、ここだ。上からでしょ。さあ、ここは OB 転送局。無敵をうまく使った。さあ、揺さぶりをかけ、ここで食べやられ、相手の上をこじ開けていく。もっと我が輩を楽しませるのだ。飛び道具で牽制する。さあ、ここから受け止め。おっと、なるほどな。流れでいくつ何した。ボンボンしっかり決めて KO まで。お見事。やるではないか。さあ、次でファイナルラウンド。両者勝ち筋は見えているか。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。ん、マジか。今のは状態だ。前に進むのだ。この一撃が勝敗を大きく左右しそうだ。気持ちよかっただろ。しっかり検証。さあ、ここは OB 転送局。無敵をうまく使った。いいぞ。プレイヤー1、 SA ゲージ有利。投げが決まった。さあ、軍団にドライブして。さあ、そして気を抜くでないか。さあ、壁際の攻防が始まる。もっと我が輩を満足させてみろ。KO。やるではない。狙い通りって感じでやられた。すぐに忘れて次の戦いに切り替えよう。素晴らしい戦いであった。見事だ。さあ、ラウンドはまだ序盤。さあ、張り切っていってもらいたいね。この投げは見えている。バッチリ。いいよいいよ。コンボ。意識のアンテナは上にも張られていた。位置が入れ替わる。オーシュが逆転する。このまま一気に倒し切ることができるか。プレイヤー2、ガーレンズのいい状況を作った。さあ、ここでマジか。そう、ここまでなのか。焦らずゲージ状況を見て。一歩も引けないね、これは。プレイヤー1、ここは踏ん張りどころ。ドライブゲージを回復できるか。 KO。 危ない。見事。練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。鳥は通さない。何を狙ってどう動くか。いや、このラウンドはどうなるんだろう。警戒している。できている。いや、よくガードした。この距離で打ってきた。これは当たりそうだから出したけど、負けらんなくなったな、このラウンド。これで体力は5。投げる。綺麗に投げていったね。ゲージ差がある。どうする。さあ、ここからはこの飛びを見えている。よし、ここでフィニッシュ。そういうことだ。プレイヤー1、甘い。
両者準備は OK。 では早速見ていきましょう。人間界の決闘というものを見せてもらおう。ジャンプ攻撃はしっかりだろう。相手に行きは万歳か。上はガンか。レイヤー1、ここでドライブゲージを使い切ってしまった。さあドライブゲージを使ってやめてよ。エラーかあんなタイミングで出るか。あ、また早すぎた。リーザーモダンか。中盤割り込み注意。さあ試合開始。実況解説は R でお送りいたします。何事も最初が肝心なんだ。最初だな。では試合は序盤どう崩していくか。さあ張り切っていってもらいたいね。弾で様子を見るか。相手が地上にいるだけ弾を撃つ。この弾を撃つ。これはおお、そうきたか。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。スキッシュが入れ替わってこの瞬間逆転。壁のリスクは回避する。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。ジャンプ攻撃は警戒していた。マジか。いやー見ろ、気持ちよく決まったね。ドライブゲージの差が気になるところ。じいじいとした前線、先に仕掛けるのはどちらか。下段。いやすごいな、もっと我が輩を。鮮やかな逆転、わずかなチャンスを生かしきった。小足を出したばっかりに。はある程度見えた。両者は今何を思っているか。どっちも動けてはいるんだろうね、きっと。重要な立ち上がり、どちらが先に動くか。頑張っていってもらいたいよね。さあここはオーディー伝承曲、無敵をうまく使った。両者 SA ゲージが溜まった。ワンタッチの期待値が。いざその調子だ。次はどうで。マジか。丁寧に有利を継続している。これ痛い。あ、胸。やべ。マジか。危ね。ラッキー。良いとどめだ。ここを取れたのはでかい。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。我が輩もこれには目が釘付けになっているぞ。飛びはバレバレ。あっぱれ、やるではないか。ドライブインパクトを警戒していたのか。おっと、これこの画面端でどうやって料理するか。僕と我が輩を満足させてみろ。大足が間に合う。あっぱれ、マジか。やるではないか。もっともっと争うがよい。いざ。ここで投げ早い。ここでフィニッシュ。見事。投げに来るか投げに来るかと思ったけど、うまく。ずらされた。どうだろう。ここはどう出るか。
プレイヤー2、まずは体力をリード。このまま行くか。さあ、タイムを背負わせて、もう逃げられないぞといったところは、ここからが大事か。待たれた。ここでドライブゲージが突き抜けているが、次はどの引き出しを開けるか。まあ待っててもバーンアウトだろうと思って出したが、冷静だな。痛すぎるだろそれ。中足はまだ取れるってどういうこと。さあ殴りかかって圧をかけていく。いやどうだ、アーマーをうまく合わせていく。地上の場合戦は技の距離とジャンプをどう意識させるか。両者 SA ゲージが溜まった。ワンドライブラッシュで前に出る。いきなり旗、ここでターンアウト。ここまでフィニッシュ、うん、良いとどめだ。バッチリこのリズム。 SA ゲージを確認して次も勝とう。悪魔も見惚れるこの勢い、素晴らしいぞ。間に合うんかい。まあ事故はこれでなくなりそうだが。下段。マジか。あーやらかした。バカったね。なんだかな。SA につなげなきゃと思って別のコマンドを打ってたら何も出なかった追加入力の100列で終わってたのに。ダルシム久しぶり。2連勝中。ここは投げの選択肢。これは気にしなくていいよ。いや惜しかったね。プレイヤー2、先に体力リードしていく。このまま行くか。プレイヤー1、ここでドライブゲージが突きかけているが、さあどうだ。よくあるよくある。いや惜しかったね。ワープが早いな。スーパーアーツをしっかり当てる。さあ投げて怖いぞ。飛び道具を見て自分のリズムを作れるか。ちょっと危ないなこれは。百列拳をしっかりつなぎいく。まだワンチャンに倒しきる。良い決着だった。手出してこないな。嫌なイメージは忘れて切り替えていこう。危機迫るその戦い見事だ。さあ飛び投げて焦らずどっしり構えている。プレイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。どうした、いけるだろう。当たんねえとか。まだ諦めるな。もっと我が輩を楽しませるのだ。ちょっと危ないなこれは。うまくワンチャンス作っ、ここでスタートしました。ここまでなのか。まあ死ぬわな。落ち着いてやれていればいけた。自信を持っていこう。ではまた会おう。久しぶりのダルシムということもあるが、ちょっと動きは他のダルシムと違う。そう、それだ。今のは素晴らしいね。どう試合を作っていくか、重要な立ち上がり。さあ、張り切っていってもらいたいね。どうだろう。さあ、まだドライブゲージはかなりある。勝ちへのプラン、見えているか。ドライブゲージの運用が悩ましい。よく見てた。いやー、見事。気持ちよく決まったね。
何とかして触りに行きたいが、まあ移動が絶妙。飛びは通さない。ドライブインパクトの空振り、反応できるか。さあここだ。投げ抜けの場合、どこから這い上がろう、通すか。この辺は一気に倒しきることができるか。いやどうだ。さあ見てプレッシャーをかけつつも、弱テレポート見切れるか。さあ中段はしっかりガード、そしていやよくガードした。ここでヨガアーチを設置。ここは間合いを測り合う。攻めるタイミング難しいね。試合の終盤、ここからの一発はもらえない。もうギリギリだね。ダイパスない。慎重に何も乗れないか。両者残り10秒、どうする。さあどこから行く。ここは攻めたいところ。だがしかしこの逆境を跳ね返すか。鮮やかな逆転劇。よく踏ん張った。決まりがちだな。ここはフロートで寝方を伺うか。飛びは通さない。中足がヒット。クリア2。先手を取った優位を生かせるか。差はついたようだが、まだまだこれからだ。ダメだな。ここからのゲージ運用が勝負を分ける。ドライブラッシュで前に出る。投げは当たらず。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。この飛びはガードが見える。ここからどう動く。ゲージ差はあるがお構いなし、関係ない。 SA ゲージが両者がある。どこから叩き込むか。あと少しだ。ここはヨガファイヤー。弾を使って膠着を破るか。投げるか。中央で意地がぶつかり合う。高速で状況を整理しているか。ここは攻めたいところ。 KO。 いいね、とどめまでしっかり。過去にないタイプだった。人によるよね。ダルシマ特にモダンキャミテンプレ的な動きがなかなか。透かし投げ。まだまだ十分時間はある。どうやって試合を作っていくか。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。ドライブゲージと体力はまだある。どうだろう。投げますかね。シミあり。狙いは良かった。まだ一進一退。あー惜しかった。危険な状況になって KO まで。上から攻めてくる。勝負あったね。気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。市民があるから中足を出したが、いい感じだと思う。投げおめえ。確実にダメージを与えていく。さあ逃げ場はなくなった。さあもっとやり合うのだ。さあスティングのキックが刺さる。プレイヤー1暴れあり。ここで SA 発動しているが、SA を出す。次はどうだ。寄ってちょうどいいが、まだ諦めるな。発動。そしてこれはレイヤー2。ここでの押し引きが重要。どうだ。暴れる。これは熱いっすか。ハリアナを探す。上は絶対に取って。やるではないか。ここを取れたのは。暴れは多め。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだ。受け止めながら。試合は始まったばかり。そっか、モダンだもんね。気持ちでぶつかっていってほしいね。逆列逆で畳みか前に出て一気に周りを詰めてきた。見事だ。バーンとしてもらう。SA 注意。前から
による揺さぶり。上はダメ。いざ、その調子だ。この逆境覆すことはない。ドマイ、これは忘れよう。今のは危ない危ない。よくやった。これが見たかったのだ。プレイヤーはやり込みよ。っこっちの飛び道具を察知するな。早いか？低めで当たったから大丈夫だったか。くしくも同じキャラの選択で負けられない戦いとなった。今回生き贄となるのはどちらだ。集団は見えている。ゲージを使って大ダメージを与えていく。この判断が功を成すか。ボールか。ここで決めるその弾力、あっぱれ。さあ、ここは飛び道具でプレッシャーをかけていく。相手に問いかける球打ちをしていく。ジャンプ攻撃はしっかりガード。みんなこのコンボしっかりやるよね。さあ、もっとやり合うのだ。狙いはいい。いや、惜しかったね。ここは飛び道具で牽制。テンションをよく見てる。さあ、どうだ。いや、ドライブラッシュで前に出る。ボールか。まだ倒しきる。やるではないか。いいよ、このままいけるよ。ボールならやりやすいが、割り込んでくる。あ、ヒット確認からのダッシュ。うまいな。原脚まで追撃しっかり。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。ここでドライブ。この距離はたま。くそ。このドライブインパクトはガードさせて出すか。追い詰められてしまった。さあ、ここからだ。いざ。ここで打ち返り、ここで SA。 試合を動かしに行く。いや、すごいな。ははははは、お互い失敗してる。やっぱり KO。 良い決着だった。なんか呪いでもかかってるか。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。序盤からどっしりと相手の動きを見定めている。これも通るのはありがたいんだよな。広げていく。さあ、ドライブラッシュで攻めを継続していく。さあ、壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。ここからが大事だな。バントはする。相手のドライブゲージが回復するまでどれだけ体力を奪えるか。ここをやり過ごせるか。ドライブゲージを使い切ったこの状況、回復できるか、阻止するか。バーンアウトになっている今、ドライブゲージを消費するあらゆる行動ができなくなってしまうため、立ち回りが難しくなる。ここで大きなダメージチャンスが訪れる。危ないぞ、気をつけろ。このまま一気に KO。 ミスってる。練習したことをちゃんとできてるよ。超ミスってる。技を出していこう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているよ。ここは飛び道具で牽制。
俺本当だよね。それは見るわ。うん、出してくれるんならいい。ここで SA にゲージを回してまとまったダメージを取りに行った。海水の陣とはこのことか。ここで破壊しまだワンチャン見える。ここで弾みに行く。見事だ、倒しきる。見事。今のは負けたけど、まあ仕方ない。最後まで諦めるな。これ本当うまいよな。最後まで気を抜くでないぞ。逃げ場はなくなった。もっと我が輩を安心させてみろ。マジで何受け止めている。俺はいい百列だ。ジャンプ攻撃は可能。なんとかしのいだ。差し合いの距離、上もステップもある。タワーのプレッシャー重くのしかかる。キッチン落として。マジか。ゲージがあるぞ。逆転があるぞ。キュースネコを噛む。そんな予感がするな。これはドライブ。いきなり破壊し、ここは飛び回る。いいチャンスだ。見事だ。ここは大丈夫。君はなし。出血大損失だ。ダメージ計算ゲージ管理バッチリ。はあ、なんとかしのいだ。毎回練習してるコンボが。とっさに出ますね、やっぱり。それで助かった。うん。残儀。両者準備は OK。では早速見ていきましょう。さあ、思う存分やり合うがいい。争うがいい。ここで弾を打つ。マジでか。コンボをしっかり決めていく。プレイヤー2、相手を壁に押し付ける。ここからが大事だな。プレイヤー1、ここでドライブゲージがつきかけているが、ドライブゲージがなくなった。危ないぞ、気をつけろ。すんごい押してくるな。いいね、とどめまでしっかり。地面のエフェクトがすごかった。技は当たってるよ。全く素晴らしいね。見事に決めていった。大事払いはガード。ここは飛び道具で牽制。そうそれ、その強気やらかした。人間とした回せ。先に仕掛けるのはどちらか。レイヤー1、タイムが勝っている。無理はせずに追いついていきたい。次はどう出る。爆裂逆で畳みかける。追い詰めたこの状況、腕の見せ所だ。どうした、行けるだろう。ここに出るか。下がってもいいぞ。ドライブゲージはある。気合いで。これは、いや、すごいな。ここでフィニッシュ。ザンギは絶対安子で出してくるんだ。気持ちを落ち着けて頑張っていこう。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているようだな。ナイスデクリ。ここを突き飛ば。ここでダメージ。重圧がかかる。上は絶対に倒さない。あっぱれ、やるではないか。さあ終盤、舞台は飛んでる。ここで壁やがる。チャンストライ。スーパーズゲージ運用に抜かりなし。なんだと。勝負を決める。キャッチ準備が炸裂。さあ焦るよね。はい、そういうことだ。
チュンリー、プレイヤー1、喜びを噛みしめているか。驚異的な実力だな。素晴らしい試合だった。コンボでダメージを与えていく。狙いは良かった。まだ一瞬痛い。ダメか。壁に押し込んでいく。ここからが大事だな。プレイヤー1、ドライブゲージは惜しまない。ちょっと危ないな、これは。出て、プレッシャーをかけつも、ここは下がってもいい状況だな。あ、死ぬ。KO! やるではないか。バーンとはしちゃいけない。やるね。いい感じだと思う。このラウンドは勝負となるか。貴様らの本気見せてみろ。投げて、確実にダメージを与えていく。レイヤー2、壁のプレッシャーを使えるか。さあここから。うわ、このまま吸い込め。欲望。あと少しだ。大きなのはじゃないか。今のは気にするな。 KO。 いいね、とどめまでしっかり。この負けに引きずられないように。この人特有の対策は。そんな気にすら感じるね。良い試合だった。ここは安全な距離から弾を打って様子を見る。こういうやつだな。息つく暇は与えない。めくられたか。あー惜しかった。壁際のプレッシャーをうまく利用できるか。さあもっとやり合うのだ。ここはガードでしのぐ。あいうちを受け、ここから。さあここだ。出てプレッシャーをかけつも、危ないぞ、気をつけろ。ダウンさせて、どうする。いざ、その調子だ。完全な総力戦となった。ここは飛び道具で牽制。何が起きてもおかしくはない状況。目に見えない駆け引きがあるだろうね。さあ、あとは一発小突くだけ。じんじんとした回せ。さすが KO。 良い決着だった。いいよ、このままいけるよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。ここまでの動き、そしてここからの動きが大事。駆け引きが分かってきたところか。この端を生かしたい。後ろに下がれないこの状況は大きなチャンスとなる。まあマジか、大事は。ここでバーンと。ここまでなのか。手段立っている。いやー、よくガードした。これは倒しきる。良い決着だった。対戦はやりづらいな、本当。気にしないでいこう。我が輩もこれには目が釘付けになっておるぞ。いや、すごいな。主導権を先に手にするのはどちらか。気持ちでぶつかっていってほしい。飛びはバレバレ。見事だ。ああ、画面端に持っていく感じね。飛ぶか。しんどい。残機戦はただただ精神が摩耗する。
絶対あれ最後レベル2を狙ってましたよね。モダンジェイミー。朝からの両者がついに相まみえる。人間界の決闘というものを見せてもらおう。さあまずは弾を打って様子を見るか、弾で様子を見るか。素晴らしい、完璧。いよいよ。さあ一気に壁際に連れ込んだ。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。弾から伸ばさないことを優先、徹底している。ドライブゲージがなくなった。危ないぞ、気をつけろ。上は見えている。上は通さず。後ろ投げじゃない。動いた。良い決着だった。さあ次も今の調子でいこうか。目の覚めるような戦いだった。キャラクターと一心同体になっているよ。通った。いいよいいよ。リニングバードキック、壁に落ちてたチャンスになる。どうした、強いだろう。百裂百で畳みかける。このドライブインパクトはガードさせて OK。これはデカいのが入ったか。いやどうだ、さっきの流れを持ってここでターンアウト。ゲージを使う判断。なんでこれが出ないんだろうな。見事だ。2回勝ち確逃しましたよね。プレイヤー1、さすがのフィニッシュ。勝ちの勢いで勝ち切ったな。これは見事というほかはないな。上から仕掛けていく。いいよいいよ。さあ、めくり込んでくるか。いやー見事、気持ちよく決まったね。弾で状況に変化をつけるか。さあ、ここでチャージを一つ。いいよいいよ。いやー見事、気持ちよく決まったね。これが通るんであれば楽。練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。目の覚めるような開幕とミア。キャラクターと一心同体になっているようだ。ダイヤ芝の間伸びる。差し返し。このビハインドジャムを入れた。勝負はここからが面白いんだよね。もっと我が輩を楽しませるのだ。さあ揺さぶりをかけろ。チャンスでもあるが、入れ替えられたら攻守が変わるので注意が必要だ。あ、なるほど。もっともっと争うがよい。ここで弾を打つ。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。さあ良いレベルのドライブラッシュから。いやー押さらず投げが決まった。マジか、モダンか。さすがに死ぬよな。ここでフィニッシュ。そういうことだ。対戦は楽しむのが一番、気にしないでいこう。二人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。飛び道具でダメージを取りたい時間帯か。そう、それその強気。投げが決まった。綺麗に投げていったね。さすがに出すようになった。まあ先に分かったんであればよし。あ、なるほど。やられた。死ぬか。ジェイミーやりづらいな。次の戦いも楽しませてくれるのだろうな。さあマシンで余裕をためつつ受け止めつつ攻撃する。両者何を狙ってどう動くか。頑張っていってもらいたいよね。ドライブゲージと体力はまだある。さあバランスを合わせてもう逃げられないぞといったところ。ここからドライブ。さあドライブラッシュで相
手に揺さぶりをかけていく。レイダマン、ドライブゲージの運用が難しい状況。 TC を使ったコンボルート、余裕レベルが4になり動きの幅が格段に広がった。ジャンプ攻撃への警戒は十分。おお、そうきたか。ジャンプバリー、今タイミングを合わせた。まだ届いた。勝負あったね。嫌なイメージは忘れて、惜しかったな。危機迫るその戦いぶり、見事だ。掴んできた。ちょっといろいろと手を変え品を変えって感じになってきたな。飲んで。僕と我が輩を楽しませるのだ。プレイヤー2、若干タイムリード。勝負はここからが面白いんだよね。水拳を叩き込んで、超球体を切り返す。うん、まあ入れ替え。ここあー中断。プレイヤー1、潤沢なドライブゲージを使って体力差をひっくり返せるか。さあ良いレベルは4。どう仕掛ける。やってね。繋いできた。飛行が出てしまった。やっぱジェイミーやりづらいっすよ。300でかいのか。Here comes a new challenger. ガイル。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦。いってみましょう。今回生き残となるのはどちらだ。サトリドーケ、相手を動かしていくか。激しい飛ばせり合いが続く。うまく打撃をさばいていく。プレイヤー1、そこでドライブゲージがつきかけているが、ドライブゲージをうまく使えば一方的に有利な展開が作れそうだ。ゲージを切らさずうまくいなしていきたいところ。ここでドライブラッシュ、前に出た。いいよいいよ。ここで決める。その弾力あっぱれ。球を打って時間を使っていく。プレッシャーをかけつつも、中のドライブラッシュ。 TC を使ったコンボルート、リズムを整えるかのようにお互いが様子を見ている。バーンとした。よくあるよくある。いや惜しかったね。ハリアナを先に通すのはどちらだ。一本も引けない。マジか。その距離で。対戦は楽しむのが一番。気にしないでいこう。引き迫るその戦いぶり、見事だ。ソニックを打って、この強気の姿勢まだ折れていない。ここまでなのか。ソニックで牽制する。やべ、ゲージ差はあるがお構いなし、関係ない。ドライブゲージがゼロに近い。見えているか。狙いは良かった。まだいける。これはしょうがないよね。リカーズにゲージを使っていった。次はどうだ。ここでバーンアウト。キュース猫か。こんな予感がするな。このタイミングの中断は警戒していたか。今のは見えていたんだろうね。ここで弾を打つ。じりじりとした回せ。先に仕掛けるのはどちらか。これでドライブゲージが使える。さあ、あとは一発ラッシュするか。硬い。内容は悪くなかった。次は噛み合わせていこう。勝って兜を締める。
そんな気品すら感じるね。良い試合だった。ここは飛び道具での牽制。圧力をかけていく。プレイヤー2、相手を一点攻めてきたな。ここからが大事だ。どうだろう。投げは届かず。球で様子を見るか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上を叩く。どうしのげるか。厳しいタイミングでのバーンアウトをしのげるか。お互い引く気はないか。この近距離戦まだワンチャン見える。ドライブラッシュで前に出る。ちょっとスーパーアーツを使っていくわ。そうか。 KO。 いいね。とどめまで頑張って避けたんだが、気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。まったく素晴らしいね。見事に決めていった。飛び道具を使う。レイヤー1、ドライブゲージをうまく回せなかった反省点。次のラウンドで改善できるか。そういうことか。なるほどな。互いの呼吸を読んでいるか。目に見えない駆け引きがある。そう、それその強気。足元を狙っているか。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。ドライブはできる両者。潤沢なゲージを使った。逆列連脚まで追撃進行。プレイヤー1、ここでの押し引きが重要。さあここからだ。うまく投げていった。良い投げ。ドライブリバーサルか。バーンアウトしている。まだ諦めるな。良い決着だった。ああこれはもう勝ったわ。無理しなくていいよ。最後まで諦めるな。この飛びはガードが間に合う。このドライブインパクトはガードさせて OK。 さあ壁際の攻防が始まる。もっと我が輩を満足させてみろ。前に出て。ゲージ差はあるがお構いなし。関係ない。ドライブなのか。プレイヤー1、ドライブガードが使えない。厳しい状態。カズワンシュー。2番がヒットする。プレイヤー1投げる。あっぱれ。やるではないか。ここでバーンアウト。ソニックブレードで自分のターンに。距離はある。仕掛けるのはどっちだ。じゃあこのスーパーザ通るか。ソニックブームが来る。ソニック迎撃成功の形。いけ、やってしまえ。両者下がる。ラッシュに行く。ラッシュするか。飛び道具で語りか。ここはサマーで勝負していく。なんだと。よし、スタメ付けさん。ゲージ管理バッチリ。よくやった。よく出した私。プレイヤー1、緊張感が伝わってきた。よく勝った。良いものを見させてもらった。次の楽しみにしているぞ。そうですね、素晴らしい試合でした。ソニックを打って、これ通るねーな。スピングバルキックが刺さる。ここはどう出るか。この端を生かしたい。壁際を継続することでダメージのチャンスは上がる。ジャンプ攻撃はバリーで受け止める。ジャストで取っている。そう、これはいい形で入れ替えた。一旦仕切り直しの間合いを作った。ターゲットコンボを叩き込む。よくある、よくある。さあ壁に押し付けてスタンに持ち込む。殺しきれるかい。ちょっと危ないな。これは画面端に追い詰めた。そこが大事。さあもっとやり合うな。さあ中段はしっかりガード。そしていやー、よくガードした。さあ投げも怖いぞ。あと一撃の一撃。 KO。しゃがみパリーね。2人ともなかなかやるな。我が輩も盛り上がってきたぞ。今度は対処してきたな。3を出す。プレイヤー1、状況は悪くない。どう生かすか。
ゲージの運用どうするか、プレイヤーの腕の見せ所。ゲージガードを逆転があるぞ。一撃必殺の逆転見えてるぞ。うまくワンチャンス作ってねじ込むことはできるか。バックステップで距離を取る。プレイヤーはここが勝負どころ。ここでゲージを使っていく。いざその調子だ。これはクリティカルアーツになっている。大きなダメージが入り精神的優位が明確になっている。やるではないか。これもう勝ったわ。無理しなくていいよ。悪魔も見惚れるこの勢い素晴らしいぞ。ソニックを打って、先ほどは壁面からバチバチの殴り合い。両者ブレーキは家に置いてきたか。え、今なんて言った。プレイヤーは体力リードで受けに回るか、さらに攻めるか。どうした、もっとやり合うのだ。しがたぎってきたぞ。今はヒットする。見事だ。まだ壁からは解放しない。地獄は続く。よし、良いとどめだ。はあ、プレイヤーは喜びをかみしめているか。あんま勝った気はしないが。壊しをもっと使うべきだよな。長いのか。結局中盤の方が強いから壊しがあんま使わないんだよな。剣人間界の決闘というものを見せてもらおう。どう試合を作っていくか重要な立場に。さあ張り切っていってもらいたいね。さあ壁まで追い込んだ。ここからが大事だな。空中からの攻めはケアしている。いいよいいよ。壁から目指さないことを言って、何もさせずに倒しきった。ああ、決まったね。いいよいいよ、動けてるよ。当たってる技を使っていこう。これはちょっと実力差があるかもしれないね。ただそこを覆すのも戦いの醍醐味。まだわからない。インパクト、多少の被弾をしても辞さない。さっきの流れを持ちきてそのまま行け。中足がヒット。ここで一番、ここでダウンアウト。ここまでなのか。壁に置いてたチャンスになる。ああ、ここからだ。壁際も相まってだが、かなり激しい戦いになっている。良い状況ではあるね。軍人客から竜巻選択。チャンスあるぞ、ワンチャンス。あとはここでスタン。壁に押し倒しきる。さすがに無理だったね。今のは負けたけど、弱気にならず仕掛けていこう。そう、なかなかやるな。我が輩も盛り上がっていたぞ。飛び道具で牽制する。序盤の攻防戦、どちらが仕掛けるか。これは危険な香りがするな。さあ集団、集団、下はガード。そういうこと。あの人と共に一気にギアを上げていくか。さあ壁際の攻防が始まる。ちょっと我が輩を満足させてみろ。足を伸ばす。壁の上で守りを砕いた。いい感じだ。投げが決まった。どうなる。あっち、次は針穴を探す。足が出る。ネットさ、軍団にドライブして。ああ、もう飛び道具が生きる距離。
マジか、展開早かったな。死ぬかこれ。死んだ。途中で勝ち確逃したからな。オーバードライブ100列が出てれば。止まりやがった。死なないよな。あ、死んだ。普通に5割持ってく。モダン剣か。あんま見ない。ここでダッシュすれば勝ちなんだよな。ここでダッシュすればいいんだよな。おい、情けない。
暴発か。このままいけるよ。反撃を許さない素晴らしい攻めだった。先ほどの動きをこのラウンドどう生かせるか、駆け引きが分かってきたところか。さあここは OD 伝承曲、無敵をうまく使った。飛んでいる、投げは抜けている。さっきの流れを持ち越してこのままいけ。次はどう出る、ここはどう出るか。プレイヤー1、体力を先行して展開を作れるか。皮ついたようだが、まだまだこれからだ。何を狙っている。いざ、その調子だ。これはしゃーない。今のは振り返らず前に進むのだ。 SA にレージを回す、使っていく。なんか勝利が漏れてますね。 SA でフィニッシュ、怒りはない。 KO。 いいね、終わるか。プレイヤー1、強さの底が見えない。始まる時間が遅かったからあんま長くやる気はなかったんだが、リワーズは何かある。お、キャラクターガイドを1回見る。キャラクターガイド、なんだそれは。キャラクターガイド、こっちかな。いや、これか。誰でもいいのか。クリアした。幸運流水という技について教えるわ。幸運流水でいいんだっけ、これの読み。調べるか。うん、幸運流水。したよと、うん、クロス、うん、もうすぐ1万3000になる。あとちょっと早く欲しいんであれば、まあチャレンジとかやればいいんでしょうけどね。まあ急いでも仕方ない。プロフィールを見て終わりましょう。昨日より 0.1% 上がったかな。今日は勝ちの方が多かったんだろう。厳選が6000だから3人と当たったのかな。よいしょ。 JP も当たったよな。キャミーも当たったっけ。DJ いなかった気がすんな。ジュリーは2回くらい当たったっけ。マリーザと当たったけど、負けたよな。モダンマリーザのワンボタン SA 食らいましたね。モダンだとそういうワンボタン必殺技、無敵技っていうところがやっぱり注意すべきポイントではあるが、まあ途中ですっぽ抜けちゃうんですよね。
ジェイミー今日きつかったな。モダンジェイミー、とにかく酒レベルを4にしてっていうのをむちゃくちゃ意識しているジェイミーの方いましたね。まあきっと強いんだろう。それがそれを咎める行動というのもまためんどくさくて、それにとらわれすぎてしまうとまた変な動きになって逆に狙われてしまったりとか、うん、難しいですね。ルーク戦はあったけど、あったっけ、ルーク今日会ってないか。いまいち記憶いないな。いなかった気がする。キンバリーも会わなかったかな。マノンいましたね。久しぶりだった気がする。マノンで、投げを食らったな。二先では勝ったんだっけ。画面中央でのインパクトで結構パニッシュカウンターヒットもらって、そこからダメージをもらった場面が印象には残っている。台形とかぶん回してくるかなっていうところでインパクトを置いてみたんだけど、それとは違う技で取れてましたね。なんか引きつける技、そういうのとも噛み合うんであれば、それはそれで狙いどころとしてはいいかもしれないけど、キャンセル可能な通常技っていうのがあの距離でマノンはあんまりないのかな。どうすれば狙い目なのかもしれないけど、まあやりすぎは良くない、ガイルは面白い場面がいくつかありましたね。バーンアウトしまくりでお互いなかなか、で SA の打ち合いという場面もあった。向こうの SA1 だったかなに対してこちらが SA3 で暗転返し、懐かしいですね。暗転返しとかそういう場面がありましたね。さすがに1には3は勝てるか、まあ技の性能次第なのかもしれないけど、3が負けたらそりゃ泣くわ。ブランカ最近見ていない。ホンダもチュンリーは1人今日いたか。でチュンリーの中盤ヒット確認キャンセルドライブラッシュからのコンボが非常にスムーズにやってるチュンリーでしたね。まあそれがあるから逆にドライブゲージが減ってバーンアウトは結構していた気がする。そこで画面端での気絶をもらってからの連続技で勝った場面もありましたっけ。だからキャンセルドライブラッシュの3本消費っていうのが、3ゲージ消費っていうのがなかなか強いんだけど、リスキーになりうる面白いバランスですね。この辺よく考えたもんですよ。残儀勝ったり負けたりしていた気がする。負けるときは一瞬で負けていく。これをやれば勝ちだったのにみたいなところで技が出ないっていうのが、まあ他にも何度かあったな。緊張するのかな。普通にオーバードライブ100列を出したかっただけなのにっていうのが何度かあった。ダルシム戦久しぶりだったけど、負けましたね。
同じ人と何度かやんないとダルシムには勝てる気はしない。絶対これが有効っていうそういう行動が、ね、やっぱないですもんね。全部向こうの動きに合わせてやんないと押し付けられる。なんかとび道具にはまあワープしてきたりするだろうから、それだけでは押し切れないし、かといって、うん、近づこうにも丁寧に通常技で対空捉えたりして終わったりするし、難しいっすよね。この場面でこういう行動をするよっていうのが、うん、一度タイムオーバー目前の3秒のところでしのぎきれなかったなってな。中スラからコパンがつながったりしてましたね。あれ、何なんだ。なんか私は手を出していたか、カウンターもらってましたっけ。普通につながるのかな、それとも先端持続みたいなところだと。あと3秒な。せめて1勝くらいはしたかった。オーバードライバーツの割合が 50% を切ってきた。代わりにキャンセルドライブラッシュのパーセンテージが上がった。意識して使うようになってきている。中足キャンセルドライブラッシュからの投げっていうのを、うん、ようやくなんとなく手が勝手にやるようになってきた。まあその辺で勝率に影響をしているかどうか、うん、投げが通ればゲージも少し回復しますからね。そこで投げ抜けされたりするとドライブゲージが減りっぱなしで、さあどうするみたいな展開になることが多かった気がする。パリガイル戦の飛び道具でパリを狙うような動きはしてみたけど、それ以外のキャラに対してのパリ狙いどころがいまいち、うん、画面端に詰められた時にやってみたりしてもいいんだろうけど、相手にやられて自分が困ってるんだから自分もやってみりゃいいんですよね。まあこれはまだまだ課題。お、インパクトを決めた回数の方が多くなった。画面端でのインパクト重ね、まあこれを積極的に使うようにしていった結果ではありますね。初見だと通る、まあ2回3回通る人もいれば、まあちゃんと対処してくる人もいる。ネタがバレてしまえば結局他の行動と散らしていかないといけない。投げとか中段重ねとか、まあそこに SA ぶっ放してきたりとかしたら恐ろしい話になるけど、まあそれはそれで向こうもリスキーだろうから。見えるかな、頑張れば見えるよな、きっと。インパクトが出てたら SA 出すみたいな、コマンドだけ入れといてボタンを押すかどうかっていう、まあできなかないだろうな。それよりはインパクト返しの方が簡単ではあるし、リターンもでかいってのはある。まあそこを投げに行くっていうのがインパクト返しの場合は、うん、負ける行動が多いっちゃ多い。でもインパクト SA を出すのに相手のインパクトを見えてるんであれば、インパクトボタンを押すっていうだけの、見てから押せよって話になるわな。まあ厳しい気はするが。
ドライブリバーサル、そういえば使ってなかった。SA ゲージの運用、うん。気候書、本当に最近使わなくなったな。画面端でもうちょいダメージ欲しいなっていう時に、まあ、余裕がある時に使うような場面が多くなってきた。レベル2の方玉線は今日はある程度使っていった。画面端に持っていって、マノンか。で、それで画面端で、うまいことをごちゃごちゃし、いろんな行動が通って勝てた場面がありましたっけ？確か。そんな印象を持っている。なんだかんだやっぱ運び能力はレベル2は高いっすよね。そこからのゲージ回収もある程度できるし、やっぱり2は強い。2は強いが、とどめの3もやっぱり強い。ここのバランス難しいですね。まあ、どこまで行っても状況次第なんでしょうけど。うん、投げた回数も結構多くなってきたな、自分も。受けた回数は減ってきたかな。昨日は確か 2.5 回くらいだった気がする。スタンさせられたし、させた。うん、画面端に追い詰めてる時間がこっちの方が多いっていうことは、まあ今日の勝率は 50% 以上あったはずなんで、まあ、こういうところが現れているんでしょうね、という感じですかね。ストリートファイター6についてはそんな感じで。で、やっぱり iPhone、15 Pro Max 届きませんでした。残念。まあ来週来てくれればおんの字だけど、来週もひょっとしたら厳しいのかなという気もちょっとしている。で、今日時点の情報だとドコモの Pro Max 256GB であれば、一応在庫が店頭にもあったみたいですけれども、さすがにね。ビッグカメラで注文しているやつ、キャンセルもできるようになってますね。どっか他で入手することができたらキャンセルしてもいいかもしれないけど、探すにしてもな、そんなポッとシムフリー在庫が出てくるわけもないんで、まあ現実的には待つしかないんでしょうね。キャリアモデルを3万から4万高い価格で買うっていう、そこまでして早く欲しいのかっていう、そこの葛藤がありはするけれど、うん、乗り換えてシムフリー版並みに値段が抑えてくれるんであれば考えるんだけど、まあそうもいかないんだろうな。まあこちらはもうちょい、そもそも14プロマックスで十分じゃんっていう思いはありはするけど、まあそんなとこつかね、今日は。はい、というところで、ストリートファイター6、チュンリーによるランクマッチ配信、今日はここまでとします。また明日やるかな。やってたら見てやってください。お疲れ様でした。